ましたんで、ということで、ね、優勝インタビューになります。改めて10ミリオンマンの皆さんです。本間ひまわりさん、ふうらかなとさん、ゆうひりりさん、そしてかなえさんです。お疲れ様でした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 。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ強かったです、本当に。え、初心者の枠ってリリさんなんですよね、このチームって。そうですよ。そうですよね。なんかリリさん、アナマジでポジション良くてめちゃめちゃ良かったんですけど、だからどういう練習したとかってありますか？どういう練習、もう立ち位置に関してはもう全部ローレンさんにポジションとか教えてもらってって感じですね。いいコーチしちゃったんだ、ね、いいコーチして巻き込んでもらって。まあ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 、コーチ楽しかったっす。リリさん吸収めちゃめちゃ早かったんで、うん、教えがありましたね。いや、わー、ありがとうございます。本当にヒールが周り良くて、うん、しかもね、ひまちゃんディーバーだから、初心者だと正直なんか見失っちゃったりとか車線が通らないっていう場面もある中でしっかり回復してたから、マジで落としづらくていいヒーラーだなという感じでした、うんうん、めちゃめちゃ強かった。あと、ありがとうございます。あと、かなえさん。はい。かなえさん、どうしちゃったんですか？いや、僕もまさかこんなことになるとは思ってなかったんですけど、私の知ってるかなえさんはライアルトでドン、バン、ガシャンです。BTS やると思わなかったんですよね、僕も、ま、そうですよね。はい、けどちょっとローレンさんの言う通りにして、なんか、なんか、プールとか聞いて、なんかローレンさんの画面見せてくれて、ローレンさんが同じキャラ使ってる、はい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 、とかをもう本当にできるだけ真似してやってましたね、今日は。そうなんです、解説席で話してたんですけど、あのローレンの使ってるファラと同じ飛び方してますねっていう、そう、話エンモしてたんですよ。ローレンさんのファラ見て育ったんで、エンモ、もうそういうマインドになったかもしれないです。めっちゃエモいやん、何それ。ありがとうございます。いや、めっちゃ強かったです。かなえさん、ではあのファラはやっぱキャラ的には手に馴染んだんですか？あ、でもなんか最初マジ思んなかったんですよ、はい、やってる他のキャラに比べて、なんかファラなって思ったんですけど、じゃあローレンさんがそれを見かねたローレンさんが、俺のファラ見ててって言ってメンバーでカスタムでやってくれて、あ、こういう動きをするやつなんだって分かってからマジ楽しかったですね。おー、最高のキャラクターでした。いやー、いいです。相棒じゃ新しく見つかったってことですね。はい、いやー、さっきあのイブラヒムさんもインタビューで、そのカナエさんがファラを変えなかったのが悔しかったって言ってましたね。あー、いやー、そうですよね、あんだけ圧かけてもね、ね、普通だったらね、やっぱファラ引くっていうね、パターンが、まあ、定石だし多いんですけど、暴れてましたね、本当に。本当に苦しかったです、アッシュ。キャスティはまだ良かったんですけど、アッシュだともうロングレンジで落とされちゃうから、すっごい苦しかったんですけど、やっぱ上に圧をかけ続けるっていうのだけに意識してやりましたね。いや、素晴らしい活躍でしたね。いいですね、このカスタム通してなんか相棒見つかるのめっちゃいいですね、これからのオーバーウォッチに。ローレン君のおかげです、ありがとうございます。なんか、なんかだな、これ。フィルカンはすごい、まだ拭えないか。じゃあ、フーラマジで抜群の FPS センスなの知ってたんだけど、トレーサーまで正直使いこなされると思ってなかったんですけど、あれ、はい、リコール全然吐かないね。あー、そうですね、結構パックに向かって、なんかやっぱりトレーサーってその車線回復通らないなって分かってたんで、もうパックひたすら探し回って探し回ってみたいな感じで始まってました。リコール持ってるから落としきれないのがマジで、こっち目線はね、やばくて、あ、エイムだけじゃなくて、これ FPS の理解度とオーバーウォッチに対するね、知識がしっかりあるなっていうので、そうでしょ、でいや、もうロレさんにもうすっかま叩き込んでもらって、そういうの、そういうの、そういうの、全部ローレン先輩のおかげです。先生の、いや、でもね、あのトレーサー以外もとんでもないエイムのヒットスキャンだったりとか、めちゃめちゃ痛かったね。すごい、アッシュ立ち位置も良かったしね、ずっと。全部ローレン先輩に教えてもらったんですよ。あ、全部ローレン先輩が水木先生だった。水木先生だったって。そう、最初はもう、プライドバトルばっかしちゃうアッシュだったんですけど、もうローレさんに引くとこはちゃんと引いて、有利ポジずっと取ってって言われて、もうどこ取ればいいですか、ここ取って、はいみたいな。手綱握っとかないとプライドファイトしちゃうもんね。まあでもね、先輩もね、なんか勝手に銃撃ってたけどね、マーシーのくせに。それはそれはそれはじゃない。一旦置いといて。
いやマジで強かった、超 DPS だった、うん、ありがとうございます。マジですごい強い、いやこっち楽しかったです、うん、ぜひ今後もその腕を磨いていっていただけると嬉しいです、はい、最後ひまちゃん、はい、マジでディーバー、もうなんだろう言葉にならないぐらい上手かったんですよね。上手かったっすね。本当圧がやばかった、ね、有利ポジションただでは取らせねえぞっていう、こうメックと交換でも落とすっていう意地を感じる飛び込み方と、あと絶対に逃げられない角度の自爆、うん、そうあの自爆がやばかった。何より昔ね、実はこれあのディーバ動きどうしたらいいみたいな昔にニャラカに聞いた時、うんうん、いろいろ教えてもらった動きがかなり入ってる。あれ確かに俺やってて思ったんだよな、ナラカと同じだって。あれ本当かよ、ナラカ、俺マジナラカ自爆書いていいよって言いかけたもん。動き同じすぎて、まさかそういうことだったんや。いろいろ教えてくれたのが勉強になったな。確かに一緒にやった時あるけど、けどだいぶ前よ、ワンだよ。そうね、いやでもね、ワンのディーバの動きじゃ帰ってこれないんだけど、ちゃんとねツーに適応してて、あ、うん、これちょっとひまちゃん止め方がわからないっていう感じで、多分うちらのチームね多分両方、あ、このディーバどうするみたいな感じだったよね、うん、強かった、マジで強かった、うん、DPS 陣がみんなディーバ嫌だなってもうなんか今ちょっとディーバがいないだけで楽しそうな声になるよ。DPS の諸君は頑張った。いやー、うん、マジで強かった、おめでとうだよ。でね、あ、でもこれも、あ、これもあれも、ロロ、あ、ロロロ、うわ、今普通にやってるじゃん、やってるやん。おかげ、俺は何も送ってないぞ、そんなテキストは。で、言ってもくれるって言ってたから、俺は何も送っとらん。じゃあ皆さんから言われてるね、ローレンのおかげって言われてる最後ね、チームリーダーですね、最後にちょっとローレンのおかげさんお願いします。いや本当にまあ僕のおかげですね、本当にみんなよく知ってる。嘘マジで。でも本当になんて言うんでしょう、本当に教えがいがすごいあって、コーチングがめちゃめちゃ楽しかったですね。みんなやったことをなんか10想定で10でやってくれるかなって想定したことを12とかで返してくれて、あ、じゃあもっとこれもできるかな、もっとこれもできるかなって、本当はなんかちょっと簡単なことだけ教えようかなっていう感じだったんですけど、あまりにも吸収が早いんで、まあ、もしかしたら難しいかもしれないって思ったんですけど、多分みんなならできると思って難しいことをいっぱい要求しちゃったんですけど、それでも、ね、何もね文句一つ言わずね、楽しそうに練習とかしてくれて、吸収してくれてめちゃめちゃ楽しかったです。勝ててよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ね、見事5マップ取っての圧倒的な優勝となりました、10ミリオンマンの皆さんでした。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。さあということで、今日ね、大会、これで全て終了なんですが、この後にエキシビションマッチもあるということで、はい、またねそれもトーナメントになって、また別で商品もね用意しておりますので、なんといっても無面ライダーね、ママチャリは誰の手に渡るのかというね。あとはオーバーウォッチコインね、5万ありますから。いや、5万欲しい、5万欲しい、5万欲しい、待ってろ、待ってろ、5万欲しい、5万欲しい。しばらくねしっかりねスキン買い続けられると思いますので、ぜひ皆さん優勝目指して頑張っていただければと思います。はい、一旦ここで準備のためインターバル入りますんで、再開予定21時5分となります。9時5分で再開予定となります。それでは一旦失礼します。はーい、はーい。